はいどうもガジマルです。今回は苦労第12弾カラスの戦が終わってからの苦労鉄郎の魅力について語っていきたいと思います。気をつけてください。大人苦労のかっこよさは異次元ですから。それでは早速参りましょう。試合後蛇と遭遇します。こっち側へようこそ。うわー腹立つ。ここで大将くんが1チーム以外全員漏れなく負けるんだ。タイミングが違うだけ大したことじゃない。まさか本気で優勝できるなんて思ってなかっただろ。この問いにクロウは少し固まります。確かに 100% 純粋に勝利を信じられるやつなんてなかなかいないよな。なんだよもっとキレろよ。煽りがいがねえな。実際に優勝できるかできないかなんて関係ない。負けるからやらないなんてことはないし、勝てるからやるわけじゃない。分かってるわクソが。大将くんお口お口録音すっぞ。煽られたくらい切れるやん。煽りたかったんやないの。ここでミカちゃんが戻ってきてどっか行くんですけど、このクロウの笑顔が好きなんですよね。大将くんのこのセリフに共感しての笑顔なのか、不器用やけどあいつなりに励ましに来てくれたんかなという笑顔なのか分かりませんが、いずれにせよライバルに対していい印象をしみじみと抱いてるクロウ尊いです。突然の感動の暴力に続いて顔面が団長みたいな僕と。ここでクロウヌガペトカって言うんですけど、実在するフランスの選手で、レシーブで胸とか足を使ったり、超インナースパイク、体を180度回転させながら打つスパイク、これを本当に現実でやってる選手です。なので僕とは四捨五入したらヌガペト。こんな感じで観客席で僕とさんの試合を見てるんですけど、研磨がムジナザカのセッターが1本目のサーブをわざと力を抜いて打って、より真ん中を使いやすい状況をあえて作ってブロックを真ん中に絞らせていたと。赤足のメンタルを折るために嫌なことするよね。出た、目で語るにも程があるだろ選手権や。クロウ優勝。お前が言うなって言ってるやん。味方やからええやん。はい続いてカモメ大戦。ケンマが友達を励ましに行ったシーン。この後帰ってきた時にケンマが恥ずかしいから饒舌にタブレットを渡すべき理由を語ります。それを遮るように、ケンマくんしんどい時は友達の顔見るだけで救われるものよ。素晴らしい。ここはおとんっていうよりかはお兄ちゃんって感じですよね。ケンマはきっと分かりやすく友達思いな行動をするのが恥ずかしいと思うやろな。案の定聞いてもないのに理由を話し始めた。だからこちらから理由を言ってあげる。君がしたことは正しいし、ひなたからしたらとても助かってるよ。これを普段ニヤニヤして人をいじりまくってるやつが言うんよ。ずるいことばっかりする。そしてカラスの試合後に僕とと2人でお疲れって真っ先に言いに行くんです。このシーンもいいね。うわ動画作ってる時気づかんかった。おかん泣いとるがな。なんでやねん、なんで君が泣くねん。菅さん泣いとらんのよ。何これ殴られてる。どういう表情、ドッスンみたいな顔なってんで。はいそしてもうプロ編入ります。過去一気をつけてください。日向が声かけられます。日向さんにお会いしたいというバレーボール協会の方がお見えなんですが、そう言って案内された先にチッスチッス、チビちゃん久々。いやもうチビちゃんは失礼か。日向選手、クロウさん、どうもこういうものです。かっけー、アホみたいにスーツがかっこいい。2割増しじゃない、80割は増してる。クロウ哲郎24歳です。なんと日本バレーボール協会競技普及事業部に就職しております。これ視聴者さんが言ってたんですけど、就職するのめちゃくちゃ難しいらしいです。毎年採用もされてなくて、たまに採用されてる年でさえ男性1人女性1人みたいな激ムズの就職先でございます。クロウめちゃくちゃ努力したんでしょうね。この後ろの横断幕鳥肌もんですよね。彼にとってはボールを落とさずに繋ぐって意味だけじゃなかったんですよ。恩師の思いを繋いでるんですよ。あの時のセリフを24歳になってもクロは覚えてるんです。ネットを下げるべく頑張ってます。就活の面接の時とか、この猫又先生のエピソード話したんかなとか思うと泣けてくるわ。あと自分が全国で経験したバレーボールの面白さ、それをもっと広めたい、つなぎたい。それを君が必死な顔で言ってたら受かるよそら。でさ、世界の小津健とコラボ動画やろうと思ってんだけど、日向選手出てみない？面白そう、出ます。あの人に騙されて気づいたら借金1000万みたいな感じすごない？深い、分かりみが。こんなん言うてるからな、疑われて当然や。でもここで真面目な話します。金が動いて経済が回って、たくさんの人が熱狂して元気になって、それでいて人があんまし死なないスポーツ、こんなに至れり尽くせりなものがあるかい。た
確かにって思わされますよね。動画収録時点でワールドカップやってるから余計思う。あ、縁柱との対面シーンやん。いいな、卒業後もこの関係でいるの。そして本編最後は牛若のこのスパイクを見て、すんげえ音でしょと牛パパに言われてびっくりするクロウ。カッターシャツ姿もかっこいいんかい。もう赤は何着てもかっこいい。そして最後に、昨日の敗者たち、今日のお前は何者だ。さあ今日もバレーボールは面白いと証明しよう。このセリフの時にクロウが映るんです。これが本編では最後に映るクロウです。まさに証明しようとしてますよね。しかもひなたたちとは違ってプレーをする側ではないけど、バレーボールは面白いということをバレーボール協会の競技普及事業部というところで彼の人生をかけて証明しようとしてます。はい、そしてここからがまさにその証明のために彼がどんな動きをしているのか、それがハイキューテンスクロニクルの祭り再びで描かれてます。クロウは国所属チーム関係ないスペシャルマッチを開催したいと思ってます。そのために世界に散らばったモンスターを探しに行くんですね。ここですごいのはね、各モンスターが何を言えば落とせるかをクロウは全部わかってるんですよ。及川やったら世界のスターって単語を使ってとにかく褒める、乗せる。牛若やったら及川と日向を同時に倒すチャンスは今回だけかとって言うんですよ。で、影山は妖怪打点狂いやから打点言ったら OK。 ここで影山と喋って、影山とかアツムがいたら見に来るお客さんが多いからとクロウが言った時に、あーイケメン枠ですねって影山が答えて、あちょっと地雷踏んだかもってクロウが思ってたんですけど、入り口になれるのは嬉しいです、あとはもうバレーボールは面白いんで。これを聞いた時にめちゃくちゃ素敵な笑顔するんですねクロウが。そうだよな、バレーボールって面白いよな。自分が入り口になってバレーボールの面白さを分かってもらえるのは嬉しいです。選手も自分と同じようにバレーボールの面白さを理解して広まってほしいと思ってる。影山も同じ気持ちなんやなと嬉しくて笑ってるんじゃないかなと思います。そして次は縁柱に電話かけます。お、クロウだ。お、なんだよ、久しぶりだな。チスチス、沢村さん元気？逮捕してる？クロウ、お前もう首相？入所の覚えがないのよ。今の菅ちゃんだろ。この菅さんのボケ最高。いいですよね、久しぶりに連絡取ってこんだけ笑えるん最高ちゃいます。そしてこの勧誘が現実となります。ちゃんと SNS の広告と自身の人脈をフル活用するのクロウっぽいですよね。戦略が効率的やし賢い。そして負けたところで勝ったところで誰も死なない、生き返らない、悪は栄えないし世界は滅びない。世界スポーツやろうぜ。 9×18m の四角の中でボールを落とさないことに夢中になろうぜ。ここ大好きなんですよ。天馬の動画でも語ったんですけど、天馬が体感したバレーの面白さ、それを相棒であるクロウがその思いをつないでこんなに大きなスペシャルマッチを企画してるんですよ。一人でも多くの人に天馬や自分が感じたようなバレーボールの面白さを知ってもらうために。なんでかっこいい男なん君は。高校生の時も素敵やし大人になってもかっこいいんかい。プロの選手になる以外の進路を選んだ人物の中で僕は一番好きです。そしてこのスペシャルマッチ後のエピローグについては別の動画で語ってますので、僕は最後にこの V リーグコラボイベントの時に会場でこのキャラボイスが流れたんですよ。プロと見に来てくれた研磨の会話です。あれ、リエフはうんこ言った、あいつ長えからな。最初はこんな大いもない話なんですけど、あのさ、はい、会場いっぱいじゃん、やったね。あ、みんなバレーにハマってくれるといいね。あ、これが試合前の待ち時間で流れたんですよ。会場で泣きました。本当にこの研磨がクロウの夢を把握して理解した上で素直に良かったねと、そしてみんなバレーにハマってくれたらいいねって、自分がバレーを教えた相棒がこんな素敵なセリフを言ってくれたんですよ。この時クロウ王しか言ってないけどめちゃくちゃ嬉しいと思う。バレーを教えてくれてありがとうも嬉しかったと思うけど、会場がいっぱいになったことを喜んでもらえて、他の人もバレーにハマってくれたらいいねって自分と同じような思いに相棒がなったこともクロウにとっては泣いちゃうくらい嬉しいことなんじゃないかなと思います。こんなにストレートに気持ちを言ってくれた研磨に僕が代わりに泣きました。高校卒業後も変わらず美しい友情です。本当に素敵なものを見せていただいてありがとうございました。以上でクロウ哲郎の動画終わりたいと思います。全部で12個になりました。次の動画のキャラクターは月島になるのか及川になるのか
るのか。現在ツッキー優勢ですが、期限はクローの総集編の動画がアップロードされるまでなのでまだわかりません。まだされてない方は僕のチャンネルのコミュニティから投票お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後のキャラボイスシーンですが、マジで泣きそうになってめっちゃ鼻声になってます。すいません。